富士見湖、昭和61年撮影の富士見湖の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成富士見湖は、茨城県笠間市滝沢に、かつて存在した湖。湖ができたのは1986年頃。実質的には、入会地であった孫有林が町村合併の際に、 民間業者に払い下げられ、採石場となった。しかし湧水が激しく、採石場は放棄され、湖となった。周囲1キロ、水深39メートル。富見巫湖という名称は、近隣にあった富士浅間神社より、地元の人が通称として名付けたもの。長期にわたって、湖として放置されたことから、生態系が構成され、トンボなどの生息地として知られるようになった。 その後、産業廃棄物処分場、エコフロンティアカ様の計画が持ち上がり、2002年10月1日に着工、埋め立てられて消滅した。なお、埋め立て及び処分場建設については、湖という貴重な自然環境の保護という観点、以外に、処分場という性質から地下水汚染をはじめとした環境汚染が懸念されることなどから、付近住民の激しい反対、 抗議活動が行われ、マスコミにも取り上げられた。2002年11月1日、富見巫の埋め立て及びエコフロンティアカ様の建設に反対する周辺住民が中心となり結成した原告団が、水戸地方裁判所に対して、エコフロンティアカ様の建設工事差し止めの仮処分の申し立てを行った。しかし2004年6月21日、 原告団側の主張のほとんどは認められず、この仮処分申し立ては却下された。第181号廃棄物最終処分場等、建設差し止め仮処分命令申し立て実験。ありがとうございます。